こんにちは、おかチャンネルのおかちゃんです。今回はミニスフォーラムさんが NVIDIA RTX の GPU を積んだミニ PC を作ったということで送ってもらいました。昔は GT1050 を積んだミニ PC を作っていたようですが、話をしても送ってもらえなかったのですが、今回は送ってもらいました。今回の箱は非常にシンプルです。もしかしたら製品版ではデザインが変わるかもしれません。それで今回送ってもらったのは NUCX i7 というモデルです。最後に i7 と書かれている通り、今回送ってもらったのは Core i7 モデルです。これの下に Core i5 モデルも存在します。販売ページを見てみると、ラインナップとして Core i5-11400H、Core i7-11800H があります。Core i5 モデルが6コア12スレッド、i7 モデルが8コア16スレッドです。普段使いだったら全然問題ない性能ですし、重たい作業も普通にこなせます。あとゲーム性能としても普通に使えます。Core i5 モデルの方が NVIDIA RTX 3060のラップトップ版、i7 モデルの方が NVIDIA RTX 3070のラップトップ版が載っています。価格などが気になる方は動画説明欄にこのページのリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。予約中だと3万円ぐらい安くなってるみたいです。ということで開封します。中はこのように梱包されています。まず一番上に取扱説明書とかの書類系、その下に PC 本体とスタンドが入っています。箱の一番下に付属品が入っています。内容物はこれらです。本体は最後に見るとして、まずは AC アダプターを見てみます。本体に GPU が内蔵しているということで、 AC アダプターは大きめです。AC アダプターは 19.5V の 11.79A、 230W のものが付属していました。後で消費電力を測ってみるのですが、ゲームプレイ中はだいたい 200W 消費していました。コンセント側は一般的なデスクトップパソコンで使われている3ピンタイプ、出力側は一般的な丸いタイプでした。このケーブルは何かというと HDMI ケーブルです。両端が標準の HDMI 端子で、ケーブルの長さは結構あります。これは本体を縦置きするためのスタンドと固定用のビスです。このスタンドは結構重くて、外側はプラスチック製ですが、中はアルミでできています。なので安定性はいいです。あとは取扱説明書と英語配列のキーボードと日本語配列のキーボードの違いの注意書きの紙が入っていました。それでは本体を見ていきます。本体はこんな感じでアルミでできています。あとゲーミング PC っぽく骸骨のマークも入っています。裏もアルミ製で、こっちはメッシュが入っています。その他の間の部分はプラスチック製です。ちなみにスタンドは前後方向が決まっていますので、ご注意ください。逆につけるとはまりません。スタンドに PC 本体をこのように差し込んで、裏でネジ止めをします。完成させるとこんな感じです。ゲーミング PC っぽくなく、すごいスリムですよね。これで RTX 3070が乗っているってことにお届きです。ちなみに重量は結構重ためで3キロもあります。なので持ち運び用途には向きません。ついているポート類やスイッチ類を見ていきます。まず正面の上部から電源スイッチ、その下にあるのがゲーミングモードと通常モードの切り替えです。ゲーミングモードにすると性能が少しだけアップします。LED はこのように光ります。結構暗めなので、ついているかどうかちょっと不安になります。あと通常モードとゲーミングモードはこのように LED が変わります。下だけだと通常モード、下と上がつくとゲーミングモードになります。ゲーミングモードだからといって普段使えても全然問題ありません。下側に行くと USB3.2Gen2 のポートが2つ、その下に SD カードスロット、ヘッドセットのジャック、それでまた USB3.2Gen2 のポートが1つあります。背面はこのようになっていて、まずは CPU とか GPU の排気口、それで USB-C 兼サンダーボルト4のポートが1つあります。サンダーボルトのポートが付いているのは嬉しいですよね。その下は HDMI ポート、有線 LAN ポート、有線 LAN ポートは 2.5Gbps に対応しています。あと AC アダプタ入力があります。その下にはもう1つの排気口があります。ちなみに排気口は上面と底面にも付いています。初期設定の様子はいつも通りなのでカットしますが、最初の画面はいつもと違う感じです。もしかしたら別の OEM のマザーボードを使っているのか、これからこういう方式にするのか分かりませんが、こんな感じのポスト画面になりました。もちろんですが RTX 3070が載っているので、ディスプレイアダプターは RTX 3070になっています。あとこれに載っているのはラップトップ用の GPU みたいです。タスクマネージャーもちゃんと RTX 3070になっています。ここには載っていませんが、ビデオメモリは 8GB です。次はベンチマークでこの PC の性能を見てみます。CPU の性能を測る前に CPU の情報を見てみます。今回送られてきた Core i7 モデルは CPU に Core i7-11800H が搭載されています。これはモバイル版の CPU ですが、8コア16スレッドもあるので高性能です。マザーボードの情報はこのようになっています。
PCIe のバージョンは 4.0 です。標準で付いている SSD は PCIe 3.0 なので、この PCIe 4.0 で動作するかは手持ちで PCIe 4.0 の SSD を持っていないので分かりません。だけど普通にゲームをする分には PCIe 3.0 の SSD で十分です。あと GPU は PCIe 4.0 で接続されています。メモリーは DDR4 で、今回送られてきたのは 8GB2 枚の 16GB でデュアルチャンネルで動作しています。それで今回送られてきた本体にはいつものキングストン製のメモリではなく A データ製のメモリが付いていました。 GPU はさっき見た通り NVIDIA の GeForce RTX 3070のラップトップ版の GPU が載っています。後で検証しますが、デスクトップ版の RTX 3060よりは高性能でした。あと GPU のメモリは GDDR6 の 8GB です。メモリはサムスン製です。CPU のベンチマークを回す前にアイドル値の CPU 温度を見てみます。アイドル値の CPU 温度はだいたい45度ぐらいで安定しています。この時の室温はだいたい25度ぐらいです。これくらいの温度だとファンは止まっていました。なのでアイドル値は無温です。 GPU 温度もだいたい同じくらいでした。シネベンチで CPU の性能も測ってみたので見てみます。まずはシネベンチ R15 の結果ですが、ゲーミングスイッチオフで OpenGL が 13.75fps、 マルチが 1901cb、 シングルが 229cb でした。ゲーミングスイッチをオンにすることで OpenGL は変わりませんでしたが、 CPU の性能がマルチで2132まで上がって、シングルも231まで上がりました。このスイッチでは OpenGL は変わらないようですね。だけど CPU の性能は少しだけですが上がりました。ぶっちゃけこれだけ出ていれば重たい作業も全然こなせますし、シングルの性能も高いので負担使いも快適です。下にランキングを貼り付けておきますので、気になる方はチェックしてみてください。最新版のシネベンチ R23 でも測ってみました。シングルの性能はどちらも変わりませんでしたが、マルチだとオフで1109ポイント、オンで12113ポイントでした。なのでマルチコアは上がるようです。CPU クロックを見てみると、スイッチオフでだいたい 3.9GHz、 スイッチオンでだいたい 4.2GHz まで上がりました。シネベンチを回している時の CPU 温度はだいたい80度ぐらいまで上がりました。次は付いている SSD の情報を見てみます。付いている SSD は最近ではいつも通りの ESO から始まる Python 製の SSD が搭載されていました。これは PCIe 3.0×4 で動作しています。速度も測定してみます。速度はシーケンシャルでだいたい 2000MB/秒 でした。まあこれだけ出ていればゲームのロードとかは全然問題ないです。次はお待ちかねゲーム性能を見てみます。まずは FF15 ベンチから回してみます。ベンチマークの設定は高品質 1920×1080 のフルスクリーンでやってみます。結果はこうなりました。まずゲーミングスイッチオフで9635、ゲーミングスイッチオンで1454まで上がりました。参考までにデスクトップ版の RTX 3060とも比較してみますが、この RTX 3060よりもラップトップ版の RTX 3070の方が高性能なことに驚きました。てっきりラップトップ版だから性能が落ちるんかなと思っていました。なので自分が使っているメイン PC より高性能です。これだけ出ていれば大体の 3D ゲームは快適です。次は実際にゲームをプレイしてみます。まずはマイクラをプレイしてみます。画質設定はフルスクリーンにしただけでデフォルトのままです。分かりきっていることですが、マイクラはすごい快適です。性能も高いので重たい回路も作れるはずです。試しに影モッドも入れてみたのですが、すごいヌルヌルで快適です。影モッドはそこそこ高性能な PC じゃないと快適に動かないのですが、このミニ PC だったら全然問題なしです。それにしても影モッドはすごい綺麗ですよね。次は Apex Legends をプレイしてみます。画質設定はこんな感じでフル HD で、他の設定も MAX に設定してあります。最高画質に設定してあるのですが全然問題なしです。こんな感じでだいたい 144fps を超えています。ウルトラワイドモニターを使ってもこれくらいの fps は出ると思います。ちなみに 32:9 のモニターでも使ってみたのですが、メインで使っている RTX 3060よりもフレームレートが出て、だいたい 100-120fps ぐらいは出ていました。なんだかもうラップトップ版の GPU で十分ですよね。電源ボタンを押してからの起動時間も見てみました。起動時間はだいたい1分くらいでした。お世辞にも早いとは言えませんが、まあこれくらいだったら待てる時間でしょう。 100V 側の消費電力も測ってみました。まずアイドル値ですが、だいたい 20W くらいを前後しています。ちょっと高めですが GPU がついているから仕方がないです。ゲームをプレイしている時の消費電力も見てみました。まずゲームスイッチをオンにしている状態ですが、だいたい 200W くらいまで上がります。オフの状態だとだいたい 150W くらいなので、だいたい 50W くらい差が出ます。ゲームスイッチオンで Apex Legends をプレイしている時の GPU 温度はだいたい70度くらいまで上がりました。ちなみにゲームプレイ中のファンの音はまあまあします。だけど大体のゲーミング PC はこれくらい音がするので、うるさかったら少し離れた場所に設置するのがいいと思います。最後は分解して拡張性を確認して終わりにします。分解する場合は底面についているネジを外してカバーを外します。
この底面についているネジ3本を外します。ネジ3本を外したら、こっちのメッシュ側のカバーを外します。こんな感じで外します。内部はこのようになっています。ここら辺が何も入っていないのでスカスカ感があります。多分ですが、見た目のバランスとか重量バランスを考えてこのサイズになっているんだと思います。パッと見える部分では、ここに M.2SSD が1本刺さっているのと、もう1本ここに焼きスロットがあります。あとちゃんと取り付け用のビスもここについています。真ん中にメモリースロットが2本あります。ここにインテルロゴがあるのがちょっと気になりますね。あと M.2 の Wi-Fi Bluetooth カードはここに刺さっています。とりあえずここら辺を外してみます。ついていた SSD はベンチマークソフト通り Python 製のものがついていました。メモリーも A データ製のものがついていました。いつもならキングストン製のものがついているのですが、今回は珍しく A データ製のものがついていました。Wi-Fi Bluetooth カードは Intel 製の AX210NCW がついていました。調整はこんな感じなのですが、マザーボードが気になるのでさらに分解してみます。皆さんはこれ以上分解しないように注意してください。メーカー保証がなくなってしまいますし、サポートも受けられなくなってしまいます。この動画を見てどのようなマザーボードがついているのか納得してください。ついていたマザーボードはこのような見た目をしています。なんだかノートパソコンのマザーボードの見た目をしています。あと CPU グリスなのですが、 GPU の方は一般的なシルバーグリスのようなものが塗られていて、 CPU の方が液体金属が塗られていました。なので皆さんは分解しない方が絶対いいです。自分も分解してちょっと後悔しています。このまま組んじゃっても冷却性能ってどうなんでしょうか。あと放熱面で言うと、ビデオメモリがこんな感じでサーマルパッドで冷やされています。あとここら辺の VRM 周りもサーマルパッドで冷やされていました。CPU の VRM 周りもこんな感じでサーマルパッドが貼られています。このマザーボードがノートパソコンで使われているっていうか、多分ノートパソコン用のマザーボードだと思うのですが、それを裏付けるコネクタがありました。まずここですが、 CNBAT1 と書かれていて、これはバッテリーのコネクタです。このような端子です。その横に CNKB1 と書かれていて、これはキーボードのコネクタです。あと横の方に行くと CNSPK1 と書かれていて、これはスピーカーのコネクタです。あと真ん中の方に行くと、これが一番ノートパソコンっていうコネクタで、 CNEDP1 と書かれていて、これは EDP のコネクタです。 EDP とは液晶パネルの信号線です。なのでこれはノートパソコンで使われているマザーボードです。考え的には面白い発想ですよね。せっかくなので最後はついているチップ類を見てみます。これが CPU で、第11世代 Core i7-11800H の見た目です。こんな小さいのに8コア16スレッドもあるってすごいですよね。ちなみに液体金属なので、今回は清掃しないで組んじゃいます。これがノートパソコン版の NVIDIA RTX3070 の見た目です。これが小さいノートパソコンで動くって、これもすごいですよね。重たいゲームも普通に遊べます。その横についているのが GDDR6 のサムスン製のメモリです。 GPU の VRM 周りはこのような部品が使われています。あとこのチップセットみたいなものは型番を調べても詳細は出てきませんでした。もし何かわかる方はコメント欄で教えてください。有線 LAN のコントローラーはインテル製のものが使われていました。あと超どうでもいい情報ですが、ここにインテルアットロゴというシルク印刷がされています。もしかしたらさっき貼られていたインテルのシールはここに貼る予定だったのかもしれません。参考までにマザーボードの型番はこれです。ヒートシンクの GPU 側はこのようにピカピカ仕上げです。多分 CPU 側もピカピカ仕上げだと思います。あと排熱は両方ともこの2箇所からやっています。参考までに Wi-Fi Bluetooth アンテナは正面のここら辺と上面についています。参考までにファンはシロッコファンで 5V のものがついていました。このように羽がいっぱいあるタイプです。ということで今回はミニスフォーラムさんの小型で高性能なゲーミング PC のご紹介でした。ぶっちゃけこれだけの性能があれば重たいゲームは遊べます。あと CPU の性能も高いので重たい作業もこなせます。予約販売中だと安く買えるようなので、もし気になる方は動画説明欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。